皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は定期テスト対策のお話をします。定期テスト対策、基本の勉強法、これは学校のワークとかプリント、問題集を繰り返しとく、こういうことです。でもね、ワークやったけどできなかったって人、これ提出しなきゃなんないんで、1回だけ解いて提出って、そんなことありませんか？また答えを見てそれを写して丸付きして提出、そんなことしてません？それじゃダメなんですよ。問題集とかはプリントの基本的な使い方、これは問題集やプリントに答えを書き込まないことです。別の紙とかノートに問題を解いて原則3回以上繰り返す、ね、もっと多くていいですよ。で、繰り返すっていうと、とにかく全部繰り返さなきゃいけないなんて思ってないでください。そんなことをする必要はありません。ね、1回目で簡単に解けた問題は2回目は解かなくていいです。解きません。で、2回目に簡単に解けちゃった問題、これはもう3回目に、解かなくていいです、ね、全部を3回解き直してたら時間が足りなくなっちゃいますよね。大変ですよね。嫌になっちゃいます。だから基本できない問題だけを繰り返して解く、ね、こうなりますね。これが大切です。できない問題だけを繰り返して解く。それからこうテスト勉強の計画なんかね、定期テストで計画立てると思うんですけど、計画がうまくいかない人どうしたらいいでしょう。定期テストを最初にこうやっていこうって計画立てたんだけれど、なかなかこう計画通りに進まなくて悩んじゃう人っていたりしますよね。で、テスト前に計画立てたけど途中で計画が狂っちゃうと、計画通り進まないとやる気が落ちると、やる気なくなっちゃう。いやいやいや、それってね、計画通りに行かない、これが普通なんですよ。計画通りに行く人の方が珍しいのね。ですから計画通りに行かない、あなたは普通です。ですから計画通りに行かないのが普通ってことを覚えておきましょう。じゃあどうすればいいか、ね、最初の計画にしら、縛られちゃいけないと。計画通りにしなきゃいけない、しなきゃいけないってぎっちりね、自分を縛っちゃったら当然やる気なくなっちゃうでしょ。だから縛られないようにしましょう、ね、最初の計画に縛られちゃいけないと。どうすればいいかって、計画が狂っちゃったらそれを修正してテスト勉強をしていけばいいだけです、ね、計画を修正してテスト勉強をしていきましょう。そうしないとね、最初の計画に縛られちゃうと途中で挫折しちゃいます。もっと柔軟な心、考え方でテスト勉強を進めましょう。今回は定期テスト対策としてお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。